いです。自分じゃ全然わかんない。あ、そうだ、リーファも髪束ねてるよね。ちょっと飛び跳ねてもらって。うん、確かに髪の毛そう来るとは思わなかった。ぽよんぽよん跳ねて、リーファちゃん、ストップ。みんなどこ見てるの？髪の毛のゆ、そのつもりだったけど、揺れるものに目を奪われるでしょ。シリカはその髪型じゃないと揺れるものがなくなっちゃうから。なんかひどいです。よし、それでね、おか、うんうん、ああ、キリトさん、ですね、おままごとという遊びを教わってました。ええ、ゆいちゃんがおままごとを知らないっていうものですから。とっても面白いんですよ。みんなでパパ役とママ役と子供役をロールプレイするんです。パパはおままごとってやったことありますか？パパは経験者なんですね。私、おままごとやってみたいです。わーい、ありがとうございます。あ、私も付き合います。本当ですか？じゃあ、パパがパパ役で、私がママ役。それじゃあ、私が子供役？ダメですか？ううん、いいよ。あ、でも、キリトさんと夫婦っていう。それなら、次はシリカさんがママ役をお願いします。ありがとう。私、立派にキリトさんの娘さんになりきってみせますから。それじゃあ始めましょう。パパ、ママ、はーい、ちょっと待ってくださいね。今、朝ごはんを作りますから。目玉焼きとスクランブルエッグ、どっちがいいですか？パパと同じのがいいです。それじゃあ目玉焼きですね。はーい、ちょっと待ってくださいね。なるほど、キリトさんは目玉焼き派ですか。シリカちゃん、朝ごはんはパンにしますか、それともご飯ですか？パパと同じのがいいです。それじゃあパンにしますね。キリトさんは朝はパン派。よし。シリカちゃん、どうしました？いえ、なんでもないですよ。ただいま。あ、ママ。あれ、キリト君とシリカちゃんも一緒だったんだ。今、三人でおままごとをやっていたんです。私がママで、パパがパパで、私が子供役です。へえ、それじゃあ私はシリカちゃんのおばあちゃん。ママも子供役で一緒にどうですか？子供はたくさんいた方が楽しいです。おままごとか懐かしいな。それじゃあお言葉に甘えてお邪魔します。
シリカお姉ちゃん、これからよろしくね。え、アズナさん、妹なんですか？後から入ってきたからね。なるほど。それじゃあ、よろしくお願いします。お姉ちゃん、今日はいっぱい遊んだね。かくれんぼしたり、砂場でお城を作ったり、楽しかったね。でも、日も暮れてきたし、そろそろお家に帰らなきゃ。ママ、ただいま。お帰りなさい、シリカちゃん、アスナちゃん。お外は楽しかった？うん。外から帰ってきたら、ちゃんと手を洗ってうがいをするんですよ。はーい。何やってるの、あんたたち。あ、三女が帰ってきたわね。三女。なるほど、そういうことか。リズは三女だからね。もう役まで決まっているわけね。はいはい、付き合いますよ。パパ、タッコ。ちょっとくっつきすぎよ。ノンノン、分かってないわね、アスナ。末っ子が甘えん坊なのは基本中の基本よ。パパ、あのね、取引屋で取引されてる8万コルのレア鉱石が欲しいな。バレたか。本当に甘えん坊さんですね。ほら、こっちに来なさい。ママが膝枕してあげますよ。あ、うん、うん。よしよし。リズちゃんはいい子ですね。甘えたくなったらいつでもこうしてあげますからね。何してるの？おままごと？四女が来たわよ。さあさあ、こっちこっち。え、私もやるの？問答無用の強制参加よ。今ならキリとパパとユイママに甘えたい放題の特典付き。あ、甘えたい放題。そんなところにいないで、ママのところにいらっしゃい。うん、そういうことなら私も。みんな、晩ご飯ができましたよ。リーファちゃんの大好きなラグーラビットのシチューですよ。やった、ママの作るシチュー私大好き。ママはこの料理でパパのハートを射止めたんですよ。え、ケイト君？ユイちゃんじゃなくてママ。その話はちょっと。あ、それは本当のパパとママの話。ママはパパとラブラブで羨ましいな。私、パパの隣の席がいいです。それなら私は左。
もうみんな真面目におままごとしてください。なるほどなるほど。それなら私はパパの膝の上に。それはさすがに認められません。はいはい、みんな喧嘩しちゃダメですよ。パパとママの言うこと聞いていい子にしてくださいね。はい、それじゃあみんなでいただきますしましょう。いただきます。子だくさんでとっても幸せです。これは一体どういう状況？シノノンも一緒にどう？とっても楽しいですよ、シノンさん。楽しいですよ。うん。はい、どうぞどうぞ。シノンさんは一番下の妹ですか？そもそも私たち何歳の設定よ？私7歳くらいのつもりでした。そうなると私は4歳とか。じゃあシノンさんは赤ちゃん役ですね。え？はーい、シノンちゃん、ママが抱っこしてあげまちゅね。それはさすがに。おお、よしよし、行こう行こう。うん、あーすな。シノマン、頑張って、赤ちゃんになりきるの。そんな。はい、シノンちゃんもそろそろご飯の時間でちゅよ。おっぱい欲しいでちゅか。バブー、よくやったわシノノン。すっごく可愛い赤ちゃんだったよ。ママ、次私にシノンちゃんを抱っこさせてください。死ぬほど恥ずかしいわ。はい、それじゃあそろそろお休みしましょう。最後にママから子供たちにお休みのチューですよ。くすぐったいです。でもなんかこういうのもいいかもね。ああ、キリトとアスナが羨ましくなっちゃった。もう茶化さないでよ。たちにチューですよ。ちょっとチューって、そんな。パパ、どうしたんですか？子供たちが待ってますよ。ゆいちゃん、パパはチューしなくていいんだよ。あれ？そうなんですか。パパのチューがなきゃ眠れないよ。リーズ、冗談だ。それじゃあここでおしまいですね。おままごとすごく楽しかったです。まあこんなことでよければいつでも付き合うわよ。ですね。また遊ぼうね、ゆいちゃん。私も楽しかったよ。今度はもう少し普通の役をさせてよね。今度はシリカさんがママ役なのは決まっています。決まってる？はい、シリカさんがパパと夫婦をやりたいと。なんでもないですよ。なんでもなんでもないような反応には。またみんなで遊ぼうね。はい。Thank you.